こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はみょうがについてのお話です。皆さんもみょうがはこの夏は食べると思いますが、夏の味覚というか冷やしそうめんの薬味にしたりとか、いろいろな食べ方があります。天ぷらにしても美味しいですよね。私は味噌汁にも入れます。みょうがの葉っぱっていうのが生姜の葉っぱと全く同じで、生姜を植えてるかなというような感じのよく見ると思いますが、みょうがはもう植えてそのまま、まあプロの方だったら植え替えするんでしょうけど、家庭で食べる分だったらもう植えっぱなしで出てくるのを収穫して食べるっていう感じなんですが、高知県ではみょうがの栽培が結構プロの方が多いです。ハウスでみょうが育てて、まあ今はほとんど一年中出てるんじゃないかなと思いますが、スーパーでよく見かけますので、この 2,3 年前に私はいつものようにもみ殻をライスセンターにもらいに行った時に、8月の終わりから9月にかけて毎年のように30センチの60センチぐらいに切れたみょうがの根を山に積んで置いています。あまりどんどん毎日持ってきてそこに積み込んでいるので、持ってきた農家の方にそのみょうがそれどうするんですって言ったら、これ捨てるにここへ置かしてもらえよっていう話を、その方とちょっとの間お話をさせてもらっていろいろ聞きましたけども、その根をそこに積み込んで、それを処分してる方がそこの積み込んだものをまとめて取りに来るっていうようなことを言ってました。私ももみ殻をもらいに行くたびに、どんどんそのみょうがの根がそこに増えていくのを見ていましたので、それが1年だけじゃなくて毎年のように置いてましたので、ある日軽トラで積んできてるその農家の方に、その根って2個ぐらいもらっていいです、言ったら、なんぼでも持っていき、あしゃこれを捨てるがやきっていうことで2枚もらってきました。もらってきた根をどこか畑に植えようかなと思ったけど、用事が他にもあったので琵琶の木の横にポンと投げて置いてあったんです。そしたらそれが根付いて、みょうがが翌年からちょこちょこ入るようになって、面積も増えてきています。それをちょっと見ていただきましょうか。畑の東の端の三角になった隅っこのこの琵琶の木のさらに東側の狭いところです。ちょっとそこを見ていただきましょうか。なかなかここまで草を引いたりの手入れが最近ちょっとできなくて草いっぱいだったんですが、昨日草引きをしましたところ、みょうががたくさん出てましたので昨日は収穫しました。もう本当に30センチの60センチぐらいをトラックからポイと放っただけなんですよ。それがどんどん広がってこんなになってます。どれが生姜の葉っぱ？これ、みょうがよ。あ、みょうがよ。うん、生姜と全く一緒やん、葉っぱは。うん、一緒、見た目はね。でも、みょうがの収穫はこの根元に出るの。木の草。え？新芽を食べる。芽じゃない、花。花でもないかな、このようにこういうふうに。ここに白い花がさっき分かる、入った、これがみょうが、ほらこれがみょうがね、はいはい、これがみょうがで、うん、そのライスセンターへ捨てに来たおじさんも農家の方もそこに山に積んでるけど、別の方がライスセンターへ来てみょうがの根を山に積んでるのを見て駆け上がっていくので、何をしようかなと思ったら、その捨ててるみょうがの根の間からこんなみょうががどんどん出てるんですよ。それを収穫して帰りました。ああなるほどなと思って、私も横から見たことでしたが、それちょっとけど緑やん。だからこれは土を着せてないから、みょうがってこの表面に柔らかい土ではない、なんかバーミクライトのような感じの柔らかいものを上に乗せると火に当たらないのでピンクになるがよ。綺麗なピンクに、もっと綺麗な、こんな感じのみょうがが収穫できるがね、火に当たるとこういうふうに色が緑になっていくわけ。そ、葉どうなの？
いやでもこれ天ぷらにかとくはないき、一生ちょっとピンクの方が柔らかいかなっていう感じで、でもこれ古くなったらこれ腐っていくき、これみょうがはこれ成長しない。あ、そうな。成長せん、だんだんこれらも腐る寸前なのよ。ほら花もわからんけど、結構これみょうががこれほど取れるとは思わんかった。もうここで見るだけでも早10個ぐらいあります。ほら、うん、ねえ、アジュスペースこうやってやったら、そうもらってきて下ろすときはとりあえず置いといて、後で土掘って埋めようかなと思ったわけ。ところがそれが根付いてしもうて、でも動かすに動かせなくなってそれが増えて増えてこんな感じで、これ天ぷらにしても美味しいしね、焼いても美味しい。焼いてお醤油つけたり三杯酢つけたりして、でもこれ食べ過ぎたら物忘れするって子供の時よ両親に言われたことがある。好きでどっさり食べよって、あんまり食べたら物忘れがひどくなるき、そんなに容器食べられんって言われたこと。こんなにたくさん取れます。スーパーで買おうと思ったらちっちゃなパック4個か、高い時は3個、今は4個ぐらい入って、それで100円近くする。宝の山ですちょっとしたことやけど、東の三角の先ほどのみょうがのところの草を引いてて、このみょうがを見つけた時私は一人でにんやりと笑いました。美味しいのができてると思ってそしてこのちっちゃな雪平鍋のあれにいっぱいありましたので嬉しくて持って帰りました。その後ライスセンターで知り合いの農協の方と、昨日ねあそこのみょうがの根をねもらって帰ったがよって、持ってきちゃった人がカマンキ持って行きやっていう気もらって帰って、ビワの木の横へポンと投げてちゅうって言うたら、農協の方曰くそのビワの木やら果物の木のそばにみょうが植えたら木が枯れてくるでっていうお話を聞きましたので、多分みょうがの方がビワの木なんかより強いのかなと思いましたけど、まあビワ食べるのは私だけで家族誰もビワに興味がなくて、ちぎって持って行ってもいらんって言うので、まあ枯れてもよしとしよう、みょうがの方が美味しいしと思って一人でにんやりと笑っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。みょうが美味しいですよ。今日は天ぷらにしましょうか。どうもありがとうございました。ニコ。みょうがのとこの雑草を抜きました。きれいになりましたけども、あとここに柵をしてみょうがが道路に倒れないようにしようと思ってます。そしてこちらの橋なんですが、橋にはまだみょうがが来てないですので、ここもみょうがでいっぱいにしたいので、これが伸びてくるのを待つのか、ここにまた2つぐらいもろづきてポンと置いちゃってもええかなと思ってはいます。その後みょうがの上にもみ殻をたくさんもらってきてかけておこうかなと思っています。そうすると真っ赤な綺麗なみょうがが出てくるんではないかと思いますので、そのように考えています。もみ殻だけじゃなくてぼかしと混ぜて入れてもいいかなっていうのは思っています。ありがとうございました。2個。